三、はい。鳥の木からお届け、札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはフィジカルコミュニケーションデザイン協会代表の阿部直人さんです。阿部直人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと阿部さん、まずそうだな、自己紹介お願いします。はい、東京から3年前に I ターンで札幌に移住してきました、妻と、2歳半になる娘がいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 I ターン組ですね。そうですね。全然縁もゆかりもなくて札幌来てるわけですね。はい、親戚とか全然いないです。いない中で、はい、この辺りのお話も出てまいります。では早速阿部さんにも3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワード、こちらになります。じゃん。フィジカルコミュニケーションデザイン。私将来この町に絶対住む。2014年9月末日までに1万人。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにこのフィジカルコミュニケーションデザインっていうのが、先ほど肩書きでもご紹介しました、今阿部さんどんなことしているのっていうのを1つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。はい、はい、説明お願いします。はい、わかりました。このフィジカルコミュニケーションデザインというのは私が作った造語です。造語です。造語です。はい、フィジカルっていうのはこう今福津さんとお話ししているようにこうやって表情とか声とか使いながらっていう体を使ってるっていう意味ですね、はい、でデザインっていうのがイラストを描くとかそういうことではなくて、設計をするという意味合いでのデザインです、はい、でコミュニケーションって何なのかっていうことなんですけど、これご存知の方もいると思うんですが、元になったラテン語でコミュニカチオって言うんですね。コミュニケーションのこと、はい、でその意味するとこは分かち合うことなので、フィジカルコミュニケーションデザイン協会としてはコミュニケーションは分かち合いというふうに捉えています、はい、体を使った分かち合いの設計というか仕組みっていう意味ですね、はい、そういうのを作って普及していくという団体です、はい、そういうことを作って普及していくということをされていらっしゃいます。じゃあ具体的にどんなことをされているんでしょうか。はい、大きく2つほど作っているものがあって、はい、そのうち今日は1つの方をご説明をしようと思います、はい、名刺サイズの名刺サイズのカードを使います。はい、はい、見せますね、はい、こちらです。はい、これかなえあい と、色を使った文字が書いてあると思いますけど、かなえあいという仕組みです、うん、はい、でどのような仕組みであるかっていうのはこのカード の裏のところに書いてあって、はい、2枚並べると分かりやすいと思うので、こうしますかね、そうですね、はい、こうしましょう、はい、あるんですけども、カードのですね、青いところで緑色の、線が引いてある方の面で、四角のところ、こっちですね、はい、そこのところに、2人でやるんですけど、2人で、はい、それぞれ名前、自分の名前を書くんですね。まず名前を書いて、はい、はい、自分の名前を書いて、うん、で、相手の人とこう2枚で交換をするわけです。交換をします、はい、で、下の四角じゃなくて線が引いてあるんですね、うん、はい、そこのところにこれ、四角だから私と福津さんがやったりすると、福津さんのカード私のところに来たのが、はい、福津さんの夢はなんとかとなんとかがとても素敵ですねっていう文章になってるんですけど、はい、福津さんの夢を聞いてですね、はい、その素敵なところを2つ書くということをするわけです、はい、ここの四角のところに私の名前、自分それぞれ自分の名前書いて、で交換してから自分の夢を語り合う、はい、で聞いた人があなたの夢のこことここが素敵ですねってこの夢のところを埋めてあげて、はい、でまた戻し合うということですね。そうです、もう一回交換して戻すんですね。もう一回交換するんですね、はい、うーん、そうすると相手の人に自分の夢について、はい、こことここが素敵ですねって褒めてもらえるということになる、うん、お話しした内容で、阿部さん私の夢でそこが素敵、あら私ここって思ったのに意外とそこ行きます、そこ食いつきますかみたいな、だ自分の夢を語った中で、はい、どこが人から見て魅力的かっていうことは意外とバラバラなのかもしれないですね。そうですね、人によって素敵って言ってもらえるポイントは全部変わってくるはずです。あ、はい、は話せば話すほど、うん、はい、自分の夢が素敵なんだって思えることになって、その夢を実現しようという気持ちがどんどん高まっていくので夢を叶えることができると、うん、で自分の夢も叶えること
ることができるし、はい、当然相手の人にも素敵だって言ってあげてるわけで、はい、自分の夢も相手の人も、つまり全ての人の全ての夢を叶えることができる仕組みというつもりで作ったものです、はい、お話をすることで 夢を叶えるためにどうしたらいいかみたいなことを、はい、もやもやんとしてるものが輪郭がはっきりするってことありますね、はいはい、そういう時間を作る、まあ、きっかけのツールみたいな感じでしょうか、はいはい、そうですね、はい、実際参加された方はどんなことをおっしゃってますか、はい、そうですね、今おっしゃっていただいたように、うん、今までこう自分の頭だけにあってはっきりしなかったものが、うん、話して書いてもらうことによって、はい、はっきりしたとかですね、うん、あとはやっぱりいろんな人によっていろいろこう褒めていただけるポイントが違うので、当然夢って自分はいいと思ってるからそれをやりたいわけですけど、それ以外の良さもあるんだっていうことを見つけられたりして、ますますやりたくなるっていうようなことがあるっていうことは言ってもらったりしますね、はい、どういう人たちがやってますか、まだ時間帯のことも。あ、はい、これこういう小さなカードなので、はい、持ち歩けるので、うん、いつでもどこでもできるんですよね、うん、で、まあお話をしながらするところなので、はい、喫茶店でやったりと か, 喫茶店とか、なんか朝活みたいなこともやったみたい。あ、そうですね、はい、そういう形で使っていただくっていうのもいいかなというふうに思いますね、うん、はい、で時間的にもまあ、ゆっくり時間をかけて自分の夢のことをこうじっくり話してもいいですけど、うん、私これやりたいんですっていうことがお互いはっきりしてる人同士だったら、うん、もう 2,3 分でもできちゃうことなので、はいはい、自由にできると思います。これ時間とかはこっちは決まってないんですね、はい、決まってないですね、はい、ということでまずはこの叶え合いっていうカードを使っていろんな方たちのこう夢を語り合うっていう今ムーブメントが札幌でも生まれつつあるという感じでしょうか。ちょっとご注目をいただきたいと思います、はい、さあ、なんで札幌に来たのというあたりも含めてじゃあ2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃん、